が降る。左の下にフォトと書いてある通りこの写真を撮っていたんです。つまり少女の実態を示しているものというよりは正当性といいますかカモフラージュする写真でもあってこのような様子が毎日あったわけではないんですが、ただこの建物の写真の中に映る建物は皆さんがこの周りにご覧になっているものであって、ここに見えない木はこの写真が撮られた後に植えられた苗木がこのように背が高くなったと先ほどお話をしたんです。実はここに一旦使用されても1ヶ月間が平均 2,3 ヶ月で生還者は10人1人という生存競争が始まっているとこの監督役の囚人に生き延びる可能性を与えて周りを見晴らしていくんですね。これが大きな脱水暴動が起きなくなった理由と言われていて、この右に28の建物ができて最大で2万人以上が収容されていたということで、だから先ほどの白樺の木も楢の木も当時収容が存在した時にはこのくらいの木の坂だったと想像してください。ドイツの文化の1階の中央区になった収穫で焼かせる、そして煙突から煙が立ち上がる、こういったものがアウシュビッツ第一に一つ、ビルケナウ第二所長には大小合わせて4箇所もできると、一日多い時には数千人から1万人も犠牲になった。チフスをするためにシダミアの実を殺す方法として使っていたんです。だからどうして人が人を害虫を殺すような方法で殺し得たのかということにもなるわけです。そんなストレス、ユダヤ人のせいで我々は戦争に負けたんだと、ユダヤ人のせいで経済不況になってるんだと、ユダヤ人が我々の土地を買い漁ってるんだと、こういった風潮のもとで人の髪の毛を死体から刈り取らせるんです。それを絨毯にしたり、線路のラジオにしたり、ただ使い切れなかったものが、囚人が解放された時に発見されて、次の場所に展示されてますから、ご案内しましょう。ただ、ということは気になったことがあるし、その人たちも排斥の場所になった。でも、この枠を作ったのも、外だった。だから、アンネ・フランクも、ユダヤ人なんて知らなかったのに、法律で決まってしまい、難民たちは、今日、今晩、爆弾のことは聞きたくないという、そんな思いで、自然にそんな風に寄ってくるわけですから、この辺りの心境も、想像する必要があるでしょう。ところがそんなところでまた利用する人がいるわけです。船主は彼らから支援物があったわけですけど、それをさすがに見ない方がいいわけですから、まあ、そこに至るまでの質もまさにその原因に排斥するものだった。同性愛者もそう。すごくある意味では昔から西から東へ下げずな気持ちがあった。このポーランドには何もないんだ。そこに開拓民とか農民やドイツが反対したんです。それで戦争が始まった。こういった州の中に水洗トイレまで作れるような文化水準はドイツにあった。私たちも海外、彼らが他の収容者に食べ物を与えた。彼らの言うことを聞かないと自分たちは命を失う。外科病棟って書いてあるんですけど、名前ばかりで外科医たちが腕を上げるための材料にしていたわけです。この町にはバイエルンなんて薬品会社も来て薬の開発に囚人たちを使いました。すべて電流を流しています。これだけで不十分だと受けないのもっと多くの全体として。じゃあ、収容の生活はどんな感じだったのか、先ほど少し出ましたけど。